足立銀行による浮世絵、足立銀行による浮世絵旅順口の戦いは日清戦争の陸戦である。1894年10月24日に大山岩尾大将率いる第二軍が金州に上陸する。11月6日に金州城を占領する。11月21日に日本軍1万5000は新国1万3000弱に対して攻撃をする。 新国軍の士気は極めて低く、堅固な旅順要塞はわずか1日で陥落することとなる。日本側の損害は戦死40名、戦勝241名、行方不明7名に対して、新国は4500名の戦死、捕虜600名を出して敗退する。攻略そのものは問題なかったが、その後の占領において大きな問題が発生した。タイムズや ニューヨークワールドにより、旅順陥落の翌日から4日間、非戦闘員、婦女、幼児などを日本軍が虐殺したと報じられたのである。虐殺の有無や虐殺された人数については、諸説あるが、実際に従軍し直接見分した、有賀長尾は、新国民艦人の巻き添えがあったことを示唆している。現在、この事件は、旅順虐殺事件として知られている。 この事件は外交的に大きな影響をもたらした。当時はアメリカと不平等条約改正を交渉中の最中であり、この事件により一時アメリカ上院には条約改正は時期尚早という声が大きくなり、重要な外交検案が期待に瀕した。ムツムネミツはこのためニューヨークアールドに弁明せざるを得なくなる事態に陥ることとなった。ありがとうございます。